シュグエフカ基地とは、ロシア連邦沿海地方にあり、ウラジオストクから約 300km 北東、シュグエフカから 10km 南方に位置するロシア空軍の基地である。主要な目的は、冷戦時にウラジオストク上空に飛来するアメリカ空軍の偵察機や戦闘機に対するスクランブルであり、ソ連防空軍第11独立軍の第530迎撃航空連隊の基地であった。 1960年代には、ミグ -17 を使用していたが、1970年代になって、アメリカ空軍の SR-71 偵察機の飛来が懸念されるようになると、ミグ -25P36 機が配備された。1990年代には、ミグ -31 に置き換えられ始めた。2008年には、チュグエフカ基地には少なくとも、ミグ -25 と、 ミグマイナス31合わせて20機が配備されているのが Google Earth の高解像度画像で捉えられている。この基地が注目を浴びたのは1976年9月、チュグエフカ基地の防空軍パイロットであったビクトル・ベレンコ中尉がミグマイナス25を操縦して日本の函館空港に着陸してアメリカへの亡命を求めたベレンコ中尉亡命事件が発生したことによるものである。 その際には、基地の存在や目的、任務のみならず、ベレンコ中尉がアメリカ軍やマスコミに漏らした亡命の原因の一つとなった基地の生活環境の悪さも注目され、その後基地の生活環境が改善されたと伝えられた。ありがとうございます。